え、今なんて。だから来月から母さんと同居するって言ってんだよ。姉ちゃんも一緒に来るって言ってたから、ちゃんと二人の世話をしろよ。私は呆然とした。あの二人のことだ。きっと私をいびり倒して奴隷のようにこき使うに違いない。私はとある作戦を立てて実行することにした。ちょっと待ってよ。どうして家がもぬけの殻なの？そりゃ全部私のものですから。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して1年が経つ。私たちは共通の友人を通して知り合った。私はお酒が好きで、同じく酒好きな友達とよく飲みに行くのだが、その友達が飲みの場で知り合ったという男性が正人だった。そして友人と飲んでいたら、ちょうどそのお店に正人がやってきて、一緒に飲もうという話になって私は彼と知り合ったのだ。それから連絡先を交換して何人かで飲むようになり、二人でも会うようになって距離が縮まっていった。マサトは結構積極的にアプローチしてくるタイプで、推しに弱い私は自然と彼の勢いに押されて付き合うことになった。だがそうやってガンガン来てくれて、引っ張っていってくれるタイプは好きだったので、この時は彼と付き合うことになってよかったと思っていた。その後、私たちは順調に交際を続けていき、1年ほど交際をしていたと思う。そんな中、彼がある日プロポーズをしてきたのだ。俺のこれからの人生は君なしでは生きられないよ。ずっと俺のことをそばで支えてほしい。俺と結婚してください。そう言って指輪を渡してきた彼。私の答えはもちろんイエスだった。年齢だって結婚するには平均的にちょっと遅い方だったし、子供を産むことを考えても今がギリギリだ。それに私も彼のことが大好きだったから、私はプロポーズを受け入れた。こうして結婚することになった私たち。だが結婚するにあたって、私は少し気になることがあった。それは彼の実家についてのことだ。私たちは結婚するにあたって、お互いの家へ挨拶をしに行った。私の親への挨拶は特に問題なく終わった。親も特に反対はしないし、本人同士が納得している結婚なら応援すると言ってくれた。だが問題は彼の実家に挨拶に行った時だった。ええ。35歳。随分とおばさんじゃない。え。ほんとそうね。初婚にしては年齢行き過ぎ。もしかして、バツイチなの隠してるんじゃないの？初対面であるにもかかわらず、義母と義子はそのようなことを言ってきた。私は耳を疑った。普通、初めて会う相手、しかも息子や自分の弟の婚約者にそんなことを言うだろうか。そして驚いたのが、夫も義父も二人のひどい発言を止めようとしなかったことだ。義父も初対面だったから、私をかばうことをしなくてもまあしょうがないと思ったが、夫に関しては私と結婚をするのだから、自分の妻くらい守ってくれよと思った。この時初めて私は彼に失望したと思う。でも、結婚をやめようという気にはならなかった。その時はまだ彼のことが好きだったのだ。だがここで結婚をやめる決断をしていればよかったと、私は今になってとても後悔している。両家の顔合わせでも、義母と義子は失礼なことを言っていた。私だけならまだしも、私の親に対しても失礼なことを言ってきたので、ものすごく腹が立った。結婚してからは、できる限り義実家とは関わらないようにしようと私はそう思った。それから無事に結婚式を挙げて、私と夫の新婚生活が始まった。いろいろ懸念するところはあったが、これでやっと幸せな日々を送ることができる。私はそんな風に思っていた。だが新婚生活は想像していた幸せなものとは全然違った。俺、
家事とかできないから全部のぞみに任せるよ。え？いや、でも私も働いてるし、せめて掃除とか洗濯ぐらいは。無理無理。っていうか、そういうのって旦那がすることじゃないでしょ。そんな、夫は結婚した途端にそうやって家事を私に押し付けてきた。付き合っていた時はもう少し優しい人だと思っていたのだが、結婚してからはその優しさも消え失せてしまった。ねえ、ご飯まだ？ちょっと待ってね、今作るから。俺、腹減ってんだけど。普通さ、作り置きをしておくとか朝に仕込んでおくとかするでしょ。夫は自分が作ろうとはしないくせにそんなことを言ってきた。それなら私よりも早く帰ってきてるんだから、あなたが作っておいてよ。私は頭にきたのでそう言い返した。すると夫は逆ギレをした。はあ、だから俺は料理ができねえって言ってるだろ。それに前も言ったけど、家事は嫁の役目だろ。何回言わせんだよ、頭悪いな。夫はそうやって私を罵倒してきた。ただ夫の価値観を押し付けてきただけなのに、頭が悪いなんて言われても困る。結婚してから夫が人が変わったように、ひどい態度を取るようになって私は動揺した。それともこっちが本性だったのだろうか。それからも夫はいわゆる亭主関白のような振る舞いをしてきた。何、俺より風呂に先に入ってるんだよ。え、だってあなたゲームしてたじゃない。ちょうど終わったから入ろうと思ってたんだよ。そしたらお前が先に入ってて入れなかったんだからな。俺が先に入るまで風呂に入るな。それならもっと早く入ってよ。ああ、そんなの俺の勝手だろ。自分の都合で入らせろよ。その言葉そっくりそのまま返したい。いくらなんでも理不尽すぎる。私は夫の好きなようにさせるつもりはなかった。私だって入りたいタイミングで入るわよ。な、お前嫁として最低だな。そう、あんたも亭主として最低だけど。はあ、生意気だぞ。じゃあ尊敬されるような、ついていきたいと思わせるようなこともっとすれば。まあそういう人は家事だって手伝うし、相手の行動を制限するようなことはしないだろうけどね。もういい、お前とは会話が成り立たん。そう言って夫は自分の部屋に行ってしまった。会話が成り立たないというのはこっちのセリフだ。それから少しの間、私たちは喧嘩をしていた。全く話さなくなり、無言の日々が続いた。そんな中、ようやく夫が口を開いた。悪かったよ。え？だから俺が悪かった。謝るからいい加減、俺の分の家事もしてくれないか。そう、私は喧嘩をしている間、自分の分の家事だけを行っていた。夫の分は一切やらなかった。洗濯も掃除も料理も私の分だけ。最初こそは夫も意地を張っていたのだが、だんだんと私が何もしないことでいろいろと大変になったのだろう。会社に着ていくシャツがないとか、部屋がどんどん汚れていくとか、コンビニ弁当やカップ麺ばかりで飽きてきたなど、私が家事を一切やらなかったことで夫の不満はどんどん溜まっていった。それでやっと私に謝ってきたのだ。まったく、これでやっとわかった。私が家事をしてサポートしてきたから、あなたは快適な生活を送れたのよ。これからは、亭主関白みたいな態度は取らないようにしてよね。わかったよ。夫はそうやって痛い目を見てようやく理解したようだ。それからは、私の家事に文句をつけることはなかった。まあ、だからといって手伝ってくれたり、自らやってくれたりすることはなかったのだが、しばらくは夫がおとなしかったので、平和で穏やかな日々を過ごしていた。だがある日問題が起きた。それは結婚してから、
初めて正月に義実家での集まりに参加した時のことだった。マサトたちはちゃんとした結婚生活を送れてるのかしら。のぞみさんは家事をしっかりとしているの？義母がそうやって聞いてきたので、私は、はい、私がすべて家事をしていますよ、と答えた。すると義母は、何、その言い方、と突っかかってきたのだ。え？あなた、何か不満そうに言わなかった。いえ、そういうつもりは。私が困っていると、義姉も義母に加勢した。私もそれ思った。お母さんに何か敵意でも持ってんの？そんなことないですよ。どうしてそうなるんですか？え、子は、今度は私に対して怒ってきた。そんなことないです。義母と義姉はそうやって、なぜか私に対して面倒くさい態度をとってきた。すると夫も便乗して私を責めてきた。本当にいつも攻撃的なんだよな。俺に対してもいろいろと怒ってきて困ってるんだよ。あら、そうなの。嫁のくせに生意気なのね。私たちが教育しないといけないんじゃない？義姉と義母はそう言って、私と夫の家に様子を見に来ると言い出した。冗談じゃない。そんなことしないでほしい。大丈夫ですよ。私たちには私たちの夫婦のあり方というものがあるんですから。それがちゃんとなっていないから、私たちが行くんでしょうが。そうよ、頭悪いわね。この人たちは本当に面倒くさい。そして義姉と義母がそんなことを言っているのに、義父は一切止めようとしない。ことなかれ主義の義父にも私は腹が立っていた。そんな感じで初めての義実家での正月の集まりが終わった。ねえ、どうしてあんなことを言ったの？お母さんとお姉さんが調子づいてたじゃないのよ。あ、だって本当のことだろう。お前が小さいことに目くじら立てて、いろいろと言ってきているのは。何よそれ。私はどんどん夫に対して幻滅していった。そして休日の時に、定期的に義姉と義母は本当に家にやってくるようになった。その度に私の家事について文句を言ってくるので、本当に疲れる。せっかくの休みなのに心も体も休まらない。しかも家にやってきては、あれが食べたいとかこれを作れとか要求してくるので、時間も労力も奪われるし、そのための食費とかもかかってしまう。夫は義母と義姉という味方を得てまた調子に乗り始めているし、私はだんだん限界に近づいていた。そして夫がある隠し事をしているのにも気づき始めていた。そんな中、夫がとんでもないことを言い出したのだ。来月から母さんと同居するぞ。え、今なんて。だから、来月から母さんと同居するって言ってんだよ。姉ちゃんも一緒に来るって言ってたから、ちゃんと二人の世話をしろよ。私は呆然とした。ちょっとなんでそんなことを勝手にするのよ。父さんが入院することになったんだよ。え、入院？ああ。それで料理とか掃除とか全部父さんがやってたから、母さんも姉ちゃんも困っちゃってな。え、私は衝撃の事実に驚いた。まさか家事はすべて義父がやっていたなんて。いやいや、それよりも義母と義姉がこっちにやってくるなんてありえない。あの二人のことだ。きっと私をいびり倒して、奴隷のようにこき使うに違いない。私はとある作戦を立てて実行することにした。私は作戦にあたり、両親に協力をしてもらった。え、なんでのぞみの両親がいるんだよ。ああ、ごめんね、勝手に呼んで。実はお父さんが仕事でお世話になっている、社長さんの娘さんの結婚式があるから泊まりに来てるのよ。え、マジ？もしあれだったら、あなた実家に帰れば。落ち着かないでしょ。あ、そうさせてもらうよ。
夫は私と部屋でそのような会話をした後、すぐに義実家に帰っていった。夫を見送ると、私はすぐに両親と一緒に私の荷物を車に運んだ。そして事前に依頼していたリサイクルショップの業者に来てもらい、家具や家電を査定してもらい、すぐに売って引き取ってもらった。これでこの部屋には夫のもの以外は何もない。私は床に記入済みの離婚届を置いて、両親と一緒に出て行った。それから2日後、義実家の人たちから電話がかかってきた。ちょっと待ってよ。どうして家がもぬけの殻なの？そのように焦っている義母と義子。そして夫も、なんで離婚なんだよ。と慌てている。私は冷静に彼らに話してあげた。家具や家電は売りました。どうしてそんなことを勝手にするのよ。そりゃ、全部私のものですから。家にあったものは全部私が買ったものですよ。ふざけないで。マサトに養ってもらってるくせに嘘つかないで。まあ、信じる信じないはどうでもいいですが、ちゃんとこちらは証明できますから。おいのぞみ、どうして離婚なんだよ。それはあなたが今まで私を何度も失望させてきたからよ。亭主関白のような態度をとり、お母さんとお姉さんを味方につけて私を罵倒し、挙句の果てには同居まで勝手に決めてくるなんてありえないわ。家族を大事にして何が悪いんだよ。それなら一人で大事にすれば。まあ、でも無職のあんたに大事にするだけの余裕があるとは思えないけど。どうしてそれを？ちょっと待って、マサとあなた無職ってどういうこと？そんなこと聞いてないんだけど。いつも帰りが早いからおかしいなって思ってたんですよ。それで夫が働いていた会社の上司を捕まえて話を聞いたら、ミスを連発して説教されたのが気に食わなかったから自主退職したって言われました。そんな。しかもそれ3ヶ月も前のことなんですよ。その間ずっと私を騙してたってことです。そんな人と結婚生活を続けようとは思わないですよね。だからその出来の悪い息子さん、お返しします。ちなみにその賃貸の部屋は夫名義なんで、家賃はしっかりと支払ってくださいね。まあ、夫は無職だから支払えないか。追い出されて実家に帰るしかないんじゃないんですかね。そんな、のぞみさん助けてよ。そうよ、あなたがいなかったら誰が家事をするのよ。そうだよ、俺のこと愛してくれてたんじゃないのかよ。そうやって都合よく私を頼ってくるのはやめてください。私は裁判を起こしてでもあなたと離婚するから。あとは弁護士を通してやり取りしましょう。私はそう言って電話を切った。その後、弁護士を通して夫と離婚した。元夫たちは仕方なく実家に戻ったらしい。だがさらなる不幸を彼らが襲った。というのも、義父が入院先で看護師と不倫をしたらしい。義父自体が結構な資産を持っていたそうで、そのお金を狙った看護師が義父を落としたようだ。その結果、義母は離婚させられて、義母たちは家を追い出されたらしい。慰謝料は支払ってもらえたそうだが、義子と元夫は無職の状態だ。そのため3人でアパートで生活するも、すぐに金が尽きて貧乏な状態だそうだ。現在は全員がアルバイトをしながら、なんとかギリギリの生活を送っているらしい。本当にいい気味というか、自業自得だ。一方、私は実家に戻り会社員として一生懸命働いている。最近は昇給も決まったので、これからは貯金をどんどんしながら資産を貯めていこうと思う。私は妊娠してるの。もうすぐ出産よ。私が笑顔でそう言うと元夫は目を丸くした。だってお前、
不妊だろ。母さんがそう言ってたじゃないか。呆れた。自分の母親が言ったことは本当に全て真実だと思っているのか。妊娠したし、私は不妊じゃなかったみたいよ。私の名前はのぞみ。今私は幸せの絶頂にいる。2年ほど付き合っていた彼氏のマサトからプロポーズをされたのだ。綺麗な夜景の見える高級レストランを予約したと言われた時から、もしかしてとは思ってはいたけど、こうして実際に指輪を渡されて結婚しようと言われるととてつもなく嬉しいものだ。私はすぐにプロポーズを承諾し、私たちは結婚することになった。それからはずっと夢見心地の状態だった。いつもの景色がなんだか輝いて見えるほどだった。だがそんな中でもやるべきことはやらないといけない。結婚において最初の難関なのは相手のご両親への挨拶だ。まずは彼が私の親に挨拶をした。私の両親は基本的におおらかな性格だし、すでに姉が結婚していてこういうことにも慣れているので、すんなりと挨拶は終わり、結婚も承諾してもらえた。問題は彼のご両親への挨拶だ。彼は一人息子なので、きっとご両親からたくさん可愛がられていたことだろう。もしかしたら彼の母親は私に息子を取られたなんて思うかもしれない。私は相手のご両親に会うのは初めてだし、とてつもなく緊張していた。だが逃げるわけにはいかない。私は気合を入れて彼と一緒に彼の実家へと向かった。そして彼の母親が玄関を開けて出迎えてくれたのだが、彼の母親は笑顔で私に挨拶をしてくれた。あら、とても綺麗な方ね。マサトもいいお嫁さんを見つけてきてくれたわね。いきなりそんな風に褒められて私はびっくりしたが、とても嬉しかった。そして彼の実家の居間に行くと、彼の父親がすでにソファーに座っていた。お父さんの方も優しくて、笑顔で出迎えてくれた。結婚もすんなりと承諾してくれて、私はほっとした。だが彼と結婚式の準備を進めながら日々を暮らしていたある日、夫がいきなりまさかの発言をした。一応確認なんだけど、結婚したらさ、俺の実家で一緒に暮らすってことでいいんだよね。え、私はびっくりしてしまった。そんな話なんて一切していなかったからだ。いやいや、聞いてないけど、そんなことを話した覚えもないよ。あれ、そうだったっけ？彼はとぼけたような顔をしているが、私には全く記憶がない。マジか、困ったな。母さんたち、同居する気満々ですごく楽しみにしてるんだけど。そんな、まさか義両親がすでに同居する気でいるだなんて。私は新婚生活は夫と二人で過ごしたいと思っていた。だが彼は義両親がもうその気だし、自分も親孝行として一緒に住める方がありがたいと言った。私はしばらく悩んだが、彼とは結婚したかったので同居を受け入れることにした。それに義両親は優しくていい人たちだし、特に問題はないだろうと思っていた。しかしこの判断は後に私にとって人生最大の過ちとなる。私たちはその後、無事に結婚式を終えて新婚旅行を終えて、そして義実家へ移り住んだ。のぞみさん、これからよろしくね。お母さん、よろしくお願いします。義両親は温かく私たちを出迎えてくれた。その日は同居生活が始まるお祝いとしてお寿司の出前を頼み、みんなで酒を飲みながら食事を楽しんだ。この感じだと楽しい同居生活が始まりそうだ。そう思っていたのに。次の日、私は少し早めに起きた。しかし今に行くと義母が怖い顔をしながら私のことを待ち構えていた。ただならぬ雰囲気に私は一気に目が覚める。おはようございます、お母さん。もう起きていらしたんですね。すると義母はそれには答えず、
私をにらみつけた。遅い。今何時だと思ってるの？え？こんなに寝ぼすけだとは思わなかったわよ。それとも気が緩んでいるのかしら？私はびっくりした。これでも私はみんなの朝食作りでもしようかと早起きをした方だ。現在の時刻は朝6時半。夫も私も仕事のために家を出るのは9時頃なので、十分早起きだと思うのだが。ぼさっとしてないでさっさと朝食の準備をしてくれる？はい。朝食が終わったらマサトのお昼のお弁当作りよ。いや、夫はいつも外で食べているんですが。はあ、あんたお弁当を作ってあげてないの？ありえないわ。夫とは交際中に一緒に住んでいたわけではないが、お昼はよく会社の同僚と食べに行っていると言っていた。だから私は勝手にお弁当を作る必要はないと思っていた。私があなたの腐った根性を叩き直して、いい嫁に育ててあげるわ。そう言って義母は私にいろいろと細かく指示を出した。少しでも義母の思い通りにいかないとものすごく怒られた。私は仕事前からこんなに疲れさせたくないのにと思いながらも、言う通りにやらないといつまでも解放されないので必死になって頑張った。夫はゆっくりと起きてきて、当たり前のように朝食を食べて出かける準備をして出社した。私がこんなに大変な思いをして、朝食もお弁当も準備しているのに何の感謝の言葉もない。そんな夫に対して私は少しがっかりした。そしてこれから毎日こんな状況が続くのかと思うとゾッとした。義母の厳しい指導は本当に毎日続いた。これはもはやただの嫁いびりだと思う。土日など関係なく義母は私をこき使った。私が仕事をしている会社員だということは気に求めていないようだ。そして夫はというと、私がいびられているということにも気づいていないようだ。無関心にも程がある。義父もほとんど空気のような存在で、義母が私を怒鳴っている横を通り過ぎても何も言わない。だから義母はどんどん調子に乗ってつけ上がり、私への態度がひどくなっていく。だが私はまだそれでも夫のことが好きだったので、一緒にいたかった。そのため義母のひどい仕打ちにも耐えていたのだ。今思えばさっさと切り捨てればよかったのにと思うが、そうして気づけば結婚をして一年が経った。義母の嫁いびりは相変わらず続いたのだが、今度は早く孫を産め、とひたすら言うようになった。私なんてお父さんと結婚した年にマサトを産んだのよ。それなのに、あなたはもう結婚して一年も経つのにまだ産んでないじゃない。遅すぎるわ。あなた不妊なんじゃないの？なんて理不尽な物言いだ。実際、結婚して一年だったらまだ出産をしていない女性はたくさんいるだろう。たまたま自分が早かったからって、私を不妊だなんて言うのはありえない。しかし義母にはそんな常識は通用しない。その後もしつこく孫はまだかと言い続け、私の排卵日とかを細かく聞いてきたり、今日はちゃんと子作りしたの？などと聞いてきたのだ。そんなデリカシーのない義母にはとことん呆れてしまう。しかもこんな風に毎日監視されているような感じだと、ストレスで妊娠もできないだろう。私はさすがに義母の嫁いびりに耐えきれなくなってきて、夫に相談をした。すると夫は義母の味方をしだしたのだ。母さんがそう言うなら、それが正しいんだろう。え？なかなか妊娠ができないお前が悪い。そんな、私だけの責任ではないでしょ。妊娠するかどうかは夫婦のことなんだから。それに私が言いたいのはたった1年しか経っていないのに、孫はまだかってプレッシャーをかけてほしくないってことよ。お前は母さんに孫を望むなって言いたいのか？
そういうことを言ってるんじゃないわよ。そういうことだろ。いや、全然違うし。母さんを悲しませるようなことをするのは許さないぞ。母さんが孫が欲しいって言ってるんなら、さっさと子供を作れ。私は夫の態度に絶望した。まさかこんなことを言われるとは。夫はどうやらマザコンだったようだ。だから義母が言うことは疑いもせず正しいと思っているようだ。このことがきっかけで私は夫に対しての愛情がかなり薄れてしまった。夫は今回の衝突以降、義母が私をいびっている時に一緒になっていびってくるようになった。のぞみさん、あなたまた子供ができなかったの？なんだよ、本当にダメな嫁だな。もう30歳なんだから今産めなかったらアウトだろ。そうよね、女としての価値はないわよね。二人がかりで私を責める夫と義母。すると二人は驚きの発言をした。ねえマサト、こんな使えない女よりももっと若くて子供が産めそうな女と結婚すればさっさと切り捨てちゃいなさいよ。そうだな、よし、別れるか。へ、母さんがそう言ってるんだ、だから別れよう。ちょっと待ってよ、あなたはお母さんが別れろって言ったから別れるの？何がいけないんだ。お前が母さんに認められなかったんだから仕方ないだろ。そんな。のぞみさん、すぐに荷物をまとめて出て行ってちょうだいね。マサトに無駄な時間を使わせたことをちゃんと反省しながら行きなさいよ。義母は息子である夫に味方されたことで勝ち誇った顔でそう言った。だが私は義母に言われただけで離婚を決めるような夫とはもう一緒にいられないと思った。だから離婚となってこっちもありがたい。私はすぐに荷物をまとめて実家に帰った。私の両親はいきなり私が出戻ってきたことに驚いていたが、話を聞いて憤慨。そんな男とは別れた方が良いと言ってくれた。それから数日後、私のもとに記入済みの離婚届が届いた。私はすぐに提出し、夫との結婚生活を終えた。あまりにあっけなさすぎてちょっと落ち込んだが、でもあのまま結婚生活を続けていた方が絶対に不幸になっていただろう。だから私は切り替えて新しい人生を生きようと思った。それから3年が経った。私は素敵な人と巡り合うことができ、つい最近結婚。相手は外資系で働くエリートサラリーマンで、性格もとても紳士的で優しくて素敵な人だ。私は夫と離婚してからやりたいことを思いっきりやろうと心に決めて、一度仕事を辞めて海外に留学を1年間していたのだが、その時に今の旦那と出会ったのだ。たまたま彼が長期出張中で、私と帰るタイミングがほとんど同じだったので、交際を始めて一緒に帰ってきた。夫との新婚生活はとても楽しくて、前の結婚の時とは比べ物にならないほど幸せだった。そして結婚してから2年後、私が妊娠していることが判明。お腹の中に赤ちゃんができたと知った時は驚いたと同時に、とても嬉しかった。私はあの元義母にずっと不妊だと言われ続けて、本当にそうなんじゃないかと自信を失っていた。だから私が不妊じゃなかったと分かって本当に嬉しかった。私は幸せいっぱいの状態で日々を過ごしていた。だんだん大きくなっていくお腹。大好きな夫との子供がもうすぐ生まれるのだと思うとワクワクした。そんな中、私は街中のショッピングセンターにベビー用品を買いに行っていた。そして帰りに大好きなコーヒー屋でカフェインレスのコーヒー豆を買いに行こうとショッピングセンター内を歩いていたのだが、その時にまさかの人物と再会した。あれ？もしかしてお前、のぞみか？え、マサト。なんとそこにいたのは元夫だったのだ。あんな風に理不尽に別れを切り出されてから5年ぶりだ。うわ、やっぱりのぞみか。
なんだよお前、すっかり雰囲気変わったな。っていうかめちゃくちゃ太ってないか。俺に振られてストレスでやけ食いでもしたのか。相変わらず元夫は口が悪く、私のことを罵倒した。別れた時と全く変わっていない。だが私の方はだいぶ考え方も変わっている。何より幸せいっぱいだから、元夫からこんな風に罵倒されても何とも思わない。太ったって、あなたと別れてもう5年も経ってるじゃない。私は妊娠してるの。もうすぐ出産よ。私が笑顔でそう言うと元夫は目を丸くした。え、だってお前、不妊だろ。母さんがそう言ってたじゃないか。呆れた。自分の母親が言ったことは本当に全て真実だと思っているのか。お母さんは医者でも何でもなくて、ただの専業主婦でしょ。妊娠したし、私は不妊じゃなかったみたいよ。そんな。元夫は顔を青くしていた。どうしたの？そんなに落ち込むこと。あなただって5年の間に、彼女や奥さんの一人くらいできたでしょ。幸せに暮らしてるんじゃないの？私がそう言うと元夫は歯切れが悪そうに話し始めた。いや、それが、のぞみと別れてから1年後に5歳下の若い女性と結婚したんだけど、結婚して4年経っても全然子供ができなくて、母さんが2人目も不妊だって言って、母さんと一緒に彼女を責めてたら、モラハラや嫁いびりが原因で離婚と慰謝料を要求されたんだよ。俺も母さんもなんてひどい嫁だって怒ってたんだけど、もしかして俺が不妊なんじゃないかって思って。呆れた。あんたもお母さんもまだそんなことしてたの？だって母さんが俺は絶対に不妊じゃないって言ったから。素人の意見なんて鵜呑みにしないで、ちゃんと検査に行きなさいよ。そうだな。元夫はひどく落ち込んだ様子でその場から去っていった。まあ最低な別れ方をしたとはいえ、あの元義母に洗脳されていた部分もあるだろうから、完全に元夫が悪いとも言い切れない。検査結果がいい方向に行けばいいが。それから1ヶ月ほどが経った頃、メールで元夫から連絡が来た。私は元夫と再会したことすら忘れていたのだが、元夫からすると私が優しくしてくれたことは嬉しかったようで、変に好意を持たせてしまったようだ。元夫からは検査の結果、自分は子供が産めない体だということが分かったという内容が届いていた。そして驚くことに、俺と再婚をして、のぞみが今妊娠している子供を俺たちの子供として一緒に育てよう、という内容を送ってきていた。私は気持ちが悪いと思い、びっくりしてスマホを落としてしまったほどだ。やっぱりあの男はあの元義母の息子だ。非常識な部分はちゃんと引き継いでいるようだ。私は少しでも元夫が悪くないと思ったことを後悔した。私はメールでこう返した。あなた、自分がどれだけ気持ち悪いことを言っているかわかってる。私は今の旦那と幸せな日々を過ごしているの。このお腹の子は大好きな旦那との大事な子なのよ。なんでそんな幸せを捨てて、マザコンの勘違い野郎と一緒にならなければいけないのよ。いい加減、自分の感覚が世間とずれまくっていて、やばいことに気づきなさいよ。2番目の奥さんから慰謝料を請求されたのは妥当だわ。あなたが不妊だったことは気の毒だけど、これ以上私に関わってこないで。もし今度、私の前に現れたら警察を呼ぶからね。私がそのようにメールを送ると、元夫からは返事は来なかった。だが元夫との共通の友人に聞いたところ、元夫は自分が不妊だということを元義母に言ったのに、元義母はそれを信じなかったらしい。そして適当なことを言うなと、元夫を検査した医師につかみかかり、警察に逮捕されたそうだ。その時、
元夫は自分の母親が行かれていることにようやく気づいたそうだ。そしてもう直接連絡をしないから、もし私と会ったら謝っていたと伝えておいてほしいと友人に伝言を頼んでいたらしい。まあ、本当に元夫が改心したのかは知らないが、それでもあのヤバい元義母の洗脳が解けたのはいいことかもしれない。私はそれから無事に子供を出産。元気な女の子が生まれた。現在は大好きな夫と二人で可愛い娘の成長を見守りながら、幸せな日々を過ごしている。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。